FM Saga。 時刻は7時30分になりました。 FM Saga をお聞きの皆さん、こんばんは。そしてはじめまして、ヒップホップアイドルユニットのリリカルスクールです。こんばんは。はじめまして。紫担当のミナンです。緑担当の姫です。オレンジ担当のリサノです。青担当のユウです。赤担当のひなこです。はい、ということでヒップホップアイドルリリカルスクール、略してリリスク、私たちラップをしているアイドルなんですけれども、普段は東京都内を中心に活動してます。はい、そんな私たちリリスクは先月8月18日に行われた肥前佐賀幕末維新博覧会プレゼンツアイドルステーション in 佐賀で初めて佐賀にお邪魔しました。メンバーみんなプライベートでも佐賀行ったことなかったので、うん、今回は初めての、うん、本当の初めての佐賀です、ねね、どうだったみんな。佐賀に自然がすごい多かった、ね、緑が、緑が綺麗、ね、空気が綺麗、美味しかった。しかも人も優しくて、ね、年会でもすごい暑いから気をつけてとか、ね、すごい嬉しい、優しいよね、素敵な方だった。素敵、うん、で先ほどまで番組を担当していた神宿の皆さんからお題をいただいてましたね。おそのお題が、うん、覚えた佐賀弁教えてっていうものだったんですけど。おなるほど、佐賀弁、誰か覚えた？佐賀弁ね、なんか、うん、佐賀の人と話してると、うん、なんとかだけんとか、うん、そなんとかしっちょるとか言ってた。しちょる、しちょる、してるっていう意味。そうそう、雨降っちょるとか、かわいい、かわいいよ、ね、有名なガバイとか。ガバイばあちゃん、ガバイばあちゃん、ガバイばあちゃん、ね、あいの。あとね、ちょっとね、うん、ひなこなんですけど、うん、佐賀の方言を調べてきたので、うん、いきなりですがメンバーにクイズを出したいと思います。やばい。あら、クイズよ。一体何でパーナンぬっか、どんな意味でしょうか。ぬっか、ぬっか、そう、めっちゃ、え、違う、あ、違う、すごいよ、めっちゃ使うのかな、物の名前とかでもなく、今日ぬっか、退屈、違う、幸せ、違う、忙しい、忙しい、暑い、正解、暑い、暑い、今日ぬっかって言うんだ、ぬっかって言うっぽいよ、かわいい、あとかわいい、冷やか、冷やかぶい、なんでわかんの、流れが、流れが、話の流れが、冷やさ、冷やかし、ふーだと思っちゃった、全然違った、そんな増炭を、はい、そういう魚いそうじゃない、冗談、そんな冗談、冗談、冗談、増炭、へぇ、調べてきたんです。佐賀弁ね、独特で可愛いな、結構さ、だけんとかさ、やけんとか、全部優しいよね、やっぱなんか聞いてて可愛いじゃん、ちょろーとかさ、癒される、やっぱ人の良さがそこからも来てるのかなと思っちゃったよ、結構。確かにね、結構印象がないね、ない、スイート、本当に素敵。だって熱っていうよりもさ、ぬっかって、そうですね、確かに、ぬっかっていうのはガッパイ、ぬっかー、そういう風に言うか分かんないけど、面白いね、面白い、やってみよう、ちょっと楽しい、はい、ということで今夜のこのお時間は特別番組リリスクのウエストエンド。6月にニューアルバムワールズエンドをリリースした私たちリリスクが、日本の西の果て、ここ佐賀の皆さんに私たちのことを PR していきたいと思います。はい、この後7時55分までよろしくお付き合いください。はい、では挨拶代わりにまず1曲、リリカルスクールでハイファイブ。ヒップホップアイドルユニットの私たちリリカルスクールが FM 佐賀をお聴きのあなただけをお送りしている特別番組リリスクのウエストエンド。お聴きいただいたのはニューアルバムのワールズエンドよりハイファイブでした。イエーイ、いい曲でしょ、はい、じゃあ改めまして、ヒップホップアイドルユニットリリカルスクール、略してリリスク、私たち普段東京都内を中心にラップをするアイドルとして活動してます。よろしくお願いします、はい、お願いします。ここで改めて個人で紹介していきますか。はい、はい、うん、じゃあまず私から、紫担当のミナンです。あと何を言おうかな、何、背が一番高いです、みんな紹介して。あ、そう、スイートポテトが大好き、おしゃれ番長、うんうん、メイクが上手、メイク上手、みんなが大好きミナンちゃん、にゃんにゃんめっちゃ出てくるじゃん、やったー、めっちゃ出てくるじゃん、
さあ身長はね168センチです。わーお20センチも違うんだけど私とオレンジ。背低いの誰？オレンジのリサノです。148センチです。おーやばい、20センチ差だね。20センチちょうど、やばいよ。リサノの次に大きいのは誰だ？うん、はい、私青色担当のゆうです。151センチです。近いね、はい、近い。チビーズだからね。チビーズだからね。双子みたいだよね、一緒にいるとね。なんかチップとテールとか言われるもん。そう言われます。ちっちゃい。そう、次に大きいのは、はい、154センチの緑担当姫です。身長が違うのが3センチしか変わらないで言うと全然大きい。私大きいよね、姫は。見える見える。仲間入りちゃう？いや大丈夫。伸ばしたいから大丈夫。いや、理想も伸ばしたいな。じゃあそんな感じで3人でお届けしているんですけど、2番目に背が大きい自分で紹介。159.8 か160センチのひなこです。意外とちっちゃいんだね。でも赤色担当です。赤色担当です。160がいいの？何するとさ伸びる？なんだろう、聞きたいね。背伸び？背伸びね。みんなで好きな食べ物はさあ言おうよ。いいよいいよ。じゃあ私から言うね。うん、マシュマロ、チョコレート、スイートポテト、サンドイッチ、お寿司。これすごいでしょ。やばい、全員お寿司好きってね。全員お寿司好き。寿司はみんな好き。こういう曲もあるんだよね。そうそう、あります。ダンスウィズユーっていう曲のね中にね、メンバーみんなの好きな食べ物が入ってます。そうなのよ。歌うのも楽しい。わかる、楽しいよね。ニコニコで歌うよね。そうそう。まあね、そんな感じで5人でやっております。はい、グループとしてはもう6年くらい活動してるんですけど、そうですね、ね、長いね。今のこの新体制になってからは約2年目になりました。はい、そんな私たちなんですが、8月18日に行われた肥前佐賀幕末維新博覧会プレゼンツアイドルステーション in 佐賀に出演してきました。イエーイ。初佐賀でしたね。初佐賀。天気も良くてね。良かったね。しかも野外だったからね。そう。風も気持ち良かったし、ね。東京より暑いね。ぬか。あ、そうそう、ごめんなさい。ぬか。暑いじゃない。ぬか。ごめんね、ごめんね。使っていこう。使わなきゃ。この日ね、東京は寒かったもんね。結構朝、そう、秋みたいな。だけどね、佐賀に着いたらびっくり、ね、ザ夏だったね。ぬかでした。そうね。で、私たちね、まだまだというか、またまた九州にやってきます。イエイ。はい、またやってきます。リリカルスクールツアー2018ワールズエンド後半戦で、今度の土曜日9月8日ですね、福岡アーリービリーバーズ、イエーイ。ねえ、やばくない？また来れるよ、ね、福岡に。すごいだよ、ね、来てるもんね。ねえ、そうなんですよ、うんうん、なんかアイドルステーションに来れなかった人も、このね、ツアーにはぜひぜひ来てほしいね。来てください。ツアーの方がもう時間とかも長いもんね、うん、そうそうそう、だからもうアイドルステーションでできなかった曲とかもいっぱいやるので、ね、ライブハウスならではの照明だったり音響だったり込みで楽しんでもらいたいなと思います、うんうん、はい、チケットなど詳しくは公式ホームページ、ツイッター、あとはインスタグラムもやってます、チェックしてください。お願いします。お願いします。読んでみてね。はい、ではもう一曲お聴きください。リリカルスクールで Play It Cool。お聴きいただいたのはニューアルバム「ワールズエンド」より「プレイットクール」でした。イエーイ。ヒップホップアイドルユニット私たちリリカルスクールが FM 佐賀をお聴きのあなただけにお送りしている特別番組「リリスクのウエストエンド」。ここで突然ですが、リリスクのラップ女子力選手権。普段ラップを通じていろんな思いや気持ちを皆さんに届けていますが、ラップはステージだけで使うものではありません。ステージだけじゃない。どういうことだ。そう、はい、食卓でも日々私たちの生活を豊かで快適にしてくれています。あ、ラップね。これからそれぞれアイテムを選び、いかに早く美しくラップで包めるかを競い、メンバーの女子力を試していきたいと思います。やったことないですね。ラップ違いの、そっちのラップ、いいね。目の前に、リ、
スク、クという5枚のカードがあります。そうだね、リリスクだとね、そう4枚、4枚になっちゃうからね、そうだね、うん、それぞれ裏にお題となるアイテムが書いてあるので1人3秒で、短いよそのアイテムを上手に包んでください。一番うまくできたメンバーがラッピングクイーンとして次の曲紹介をすることができます。クイーン、 I wanna win、 イエーイ、なりたいね、クイーンに、うん、なりたい。じゃあね、はい、じゃんけんで決めますか、順番は。いいよ、せーの、最初はグーじゃんけんぽい、アイコでしょ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 、おわー、姫とりさんが勝ちました。はい、せーの、最初はグーじゃんけんぽい、姫の勝ち。オッケー。じゃあ、句が2個あるから、うん、1個目の句を取るね。じゃあ、後でドンする？あ、うん、あ、そうしようそうしよう。1人ずつめくった方がいいかな。姫が選んだのは、じゃじゃん。じゃーん。栗。おー、トゲトゲの状態のやつ落ち込むのかな、気になる。まだ私たち見れてないんですよ。なんだろう。じゃあ、リサのめくろっか。じゃあ、一番近くにあるから、届く。あ、てかさ、クから始まるものなんじゃない？あ、そういうこと？クラゲ、クリスマスが来る？絶対そうだ。クリスマスは包むね。クラゲ包んでみよう。クラゲだ、クラゲ。じゃあ、クラゲだと思って。せーの。じゃん！クワガタ！うわぁ！待って待って待って、リサのクワガタ頑張る。虫は平気？あ、クワガタ好き。あ、うん、好きなんだ。全然大丈夫だよ。ねぇ。はい、じゃあ次はゆうちゃんいきますか。どうしようかな。じゃあね、うん。巣が近いんだけど、うん、リを取るよ。あ、いいじゃん。あー、リンゴー、リンゴー。ちなみにね、そのカードだけうちらちょっと実はチラッとね、見えてたから分かってたんだよね。あー、ごめん、いいよ、いいじゃないよ、キャラが出てるよ。あ、ごめん。じゃあ次ひなこ引こうか。じゃあ私は巣引きます。はい、巣なんだと思う？スイカ。せーの、ダン。え、スイカでしょ、簡単だよ。うわ、難しそうだね。でもラッピングは、じゃあ最後私がリオ、ミナンがリオ引くね。はい、せーの、あ、リンゴ、2つリンゴだ。なんか比べやすいね。うわー、なるほどね。ガチ対決。じゃあミナンとユウがリンゴだね。リンゴのどうしようよ、大丈夫、リサの。一回おさらいする。リンゴが2人か、ミナンとユウがリンゴです。はい、スは、リディスクのスはスパムーチョのひなこ。スパムーチョのひなこがスパムーチョ。リディスクのクは栗の姫。リディスクのクはクワガタのリサの。やばい、クワガタ。ちょっと頑張る頑張る、優勝できるから面白い。やろう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 、楽しみだね。さあ、ということでアイテムが登場しました。うわー、これはリンゴや、リンゴや、リンゴはね、半分に切ったやつです。はい、ね、なるほどね。冷え冷えだ、美味しそう。ユウとミナンさん、ユウとミナン、スッパムーチョは、そのまんまスッパムーチョが来ました、うん、袋を開けて中から出して、出して、ね、出して、それを包んでいきたいと思います。あ、割れないようにしないとね。ね、難しいよね。確かに、粉々にする。甘栗だったよ、栗は。うん、ね、よかった、意外がじゃなくて甘栗、確かに。クワガタは、そしてクワガタは偽物でした。そうだよね、嫌だね、優しい。じゃあね、最初のリの私から行こうかな。はい、よーし。3秒でしょ。3秒、うちらが勝てるね。じゃあスタート。え、これさ、待って、引っ張るとこからスタート。いや、開ける。そうらしいです。そうしようか。じゃあここからね、じゃあよーし、スタート。みなちゃんの挑戦です。はい、せーの、よーい、スタート。3、2、1。まあ、お、巻いた。5秒くらい使ったけど。巻いた。お姉さんだから。ちょっと待って、そんでね、5秒使った割にめっちゃ汚い。これね、難しいよ。3秒。意外と早いんじゃない？早い。めちゃくちゃ早い。だからそうだね。さあ、じゃあ次はね、ゆうがリンゴ、同じくリンゴなんだけど。おぉ、ゆう料理しないから。上手に。ラップも全然使ってないから。よーい、スタート！ 3、2、1。なんか似てるな。必死。早いね。3秒って早い。早い。早い。早いのでいっぱいいっぱいよ。ラップを。ね。でも、負けた負けた。よくできましたよ。なんとか。じゃあ次はね、スーパームーチョのひなこ。よし、任せろよ。よーい、スタート。3、2、1、終了。何これ。でも割れてない、割れてない、割れてない。綺麗に詰めてるんだけど、なんか優しく扱ってたよ。確かに。あ、割れないように優しく扱ってた。手代はいい、手代は。なんて言ったって大好きだから。いいよいいよ。よし、ワイも行くよ。じゃあ姫ね。はい、姫っちはリリスクの栗だね。
じゃあいくよ。いいよ。よーい、スタート。3、2、1、終了。余ってる、余ってる。あれにはね、取ろうとしたら栗がなんか逃げちゃったの。回転しちゃった。このポイント話していい？うん、残って持ち運べんの。あー、今、余った部分を作ったんですね。持ち運びよう。じゃあ最後は、リサの。頑張ってね。料理得意だからね。そうだよね。でも花形を包んだことはない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 。さすがに。じゃあ行きますよ。よーい、スタート。3、2、1、終了。なんか上手なの。どう？いい感じ。よかった。わっ、どこっちゃ。やったー。姫、栗食べないで。なんかもう終わったからいいやと思って。美味しいな。じゃあ全員終わったよ。誰が優勝なの。うまく包めてるかっていうところで決めます。はい、そうですね。じゃあ多数決。オッケー、多数決ね。じゃあみんなのリンゴがいい人。はい。お、2人いる。おめ、ほんと。じゃあゆうのリンゴがいい人。ゼロ。参加しちゃうからね。じゃあひなこのスーパームーチョがいい人。これもうまいよね。うまい。姫の栗がいい人。はい。2回あげた。2回あげた。リサノのクワガタがいい人。はい。おお、3人気だ。じゃあ栗でいいじゃん。もういやいやいや。ってことは、ってことはね、一番上手にできたラッピングクイーンはリサノ。イエーイ。私はクイーンと呼んでください。 OK。 やったー。次にね、リサの次の曲の曲紹介をお願いします。はい、では最後にもう一曲聴いてください。イリカルスクールで World's End。 FM 佐賀をお聴きのあなただけをお送りしてきた特別番組リリスクのウエストエンド。最後にお届けしているのはニューアルバム World's End より World's End です。今夜はこの曲を聴きながらお別れです。さて、あっという間の25分間でしたが、めっちゃ早かった。あっという間だった。ずっと笑ってたね。嬉しかったね。ずっと笑ってた。ラブでくるむ企画なんかね、ないよね。嬉しかった。リサのおめでとう。ありがとう。クイーン。アイクイーン。Thank you。 今日はしょうがないからね、ずっとクイーンって呼んであげる。やったぜ。調子乗っちゃうよ。はい、そんな私たちリリスクなんですけれども、今全国ツアー中でして。はい、そうなんです。今週の土曜日9月8日は福岡のアーリービリーバーズにてワンマンライブを行います。やったー。嬉しい。ね、来てほしい。たくさんの人に来てほしい。ぜひお願いします。最新情報はリリスクの公式ホームページ、 Twitter、Instagram をチェックしてください。 YouTube とかにも曲上がってるので、それ見て予習してぜひ来てください。お願いします。佐賀の皆様、はい、いや、お会いできて本当に嬉しかったです。嬉しい。嬉しい。もうリスクめっちゃいいけん。じゃけん、あ、言い過ぎた。そうやけん。ぜひ来てほしい。ガバイ。ガバイ。ガバリリスク。ガバイか。ぬるか。ぬ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 か。あれ、熱い。ライブが熱いみたいなのは使えないかな。いいんじゃない。ぬか。ぬか。ぬかライブするけんみたいな。おお。ガバイぬかライブ。ガバイぬかライブ。ガバイぬかライブ。OK、出ました。お、やった。するけん。はい。でも初参加だったけど本当楽しかったね。楽しかった。またすぐ来たい。また来たい佐賀。皆さん待っててください。はい。はい。FM 佐賀特別番組リリスクのウエストエンド。お相手はヒップホップアイドルユニットのリリカルスクールでした。バイバーイ。